今日午前11時ごろ、揖斐川町春日川井の山の中で木を伐採していた男性2人が土砂崩れに巻き込まれました。このうち69歳の男性は病院に運ばれて軽いけがです。また87歳の男性は左足を岩に挟まれていて、現場で救助活動が行われています。警察によりますと意識はあるということです。2人は今日朝9時ごろから山に入って木を伐採していたところ土砂崩れが起きたということです。揖斐川町ではおととい、3月としては観測史上2番目に多い24時間で 180.5 ミリの雨量を観測していました。